市民の皆様こんにちは、市長の内田です。いつ起こるかわからない災害には普段からの備えが大切です。誰にでもできる災害に役立つ情報をまとめました。備える浦安 TV スタートです。今回は一般的な土のう作りと設置方法、ご家庭であるもので代用する土のうの作り方、ご活用の方法などをお伝えしております。土のうの作り方です。土のう袋、砂、スコップを用意しましょう。一人が土のう袋を持ち、もう一人がスコップで砂を入れます。袋の縛り方です。最初の2周は親指の下を通して、3周目は親指の上を通して、親指の上にできた輪に先端を通します。もう一度見てみましょう。袋の縛り方です。最初の2周は親指の下を通して、3周目は親指の上を通して、親指の上にできた輪に先端を通します。きつく締めたら土のうの完成です。土のうの並べ方です。建物側に紐のある方を向け、少し重なるように並べます。2段目は半分ずらして積み重ねます。きれいに積むことで崩れにくくなります。皆さんの家庭にあるもので土のうの代わりになるものと活用方法です。こちらは40リットル程度のゴミ袋を二重にして、中に半分程度の水を入れました。これを段ボール箱に詰めます。詰め終わりましたらブルーシートでこれを包みます。水を入れたポリタンクをブルーシートで包みます。この他にもポリタンクとテーブルを活用したり、土の入ったプランターも活用できます。今回ご紹介したものはあくまでも小規模な水害で水深の浅い場合の一例です。実際の災害時で危険を感じたら、2階などへの垂直避難をしたり、噴水以外の情報をもとに会議場等への避難も事前にご検討ください。災害は普段から備えておくことが大切です。皆様いかがでしたでしょうか。この他にもいろいろな情報を発信していきます。また備える浦安 TV よろしくお願いいたします。